皆さんこんにちは。メタクズです。今日は無限妨害ハーピーデッキの紹介をします。羽吹雪や巨神取りループで無限妨害するデッキです。こちらがデッキになります。このデッキの基本初動はチャネラーからのトマホーク展開になります。展開が通った結果は巨神取り雷鳥による無限妨害と FWD によるフリチェにバウンスです。チャネラーにアクセスできるようにスワローズネストやサモプリなどを搭載して最大限アクセス率を上げています。誘発への回答としてハカーナはもちろんですが羽吹雪が打てるのがメリットになります。抱擁以外の誘発をそのターン中すべて無効にします。また、ハーピーたちに抱擁やベイラーもらった時はスワローズネストで逃げることで回避することができます。スワローズネストは同盟をリクルートできるので、チャネラーに泡打たれたらチャネラーをチャネラーにすることで完全回避になります。先行で誘発ケアとして羽吹雪を使った場合は FWD ではなく、トロイメアグリフォンを立てることで使った羽吹雪を回収してまた撃つことができます。他の初動パターンとしてはヒステリックサイン絡みのパターンです。サモプリのコストにしたり狩り場で割ることで羽吹雪をエンドにサーチできるので、場にハーピーのリンクを用意することで実質的な VFD になります。これも無限妨害ですね。流行りの抱擁に弱いのとトマホークまで誘発待たれると、かなり厳しくなってます。バレたらケアしきれない系のデッキです。それでは対戦の方を見ていきましょう。1戦目は通常展開です。ハーピーはチャネラーにアクセスしつつ手札にもハーピー要求なので、実はかなり要求値が高いデッキでもあります。完全1枚初動は存在しません。対戦よろしくお願いします。チャネラー引けてますがハーピーカードを引けてないので、サモプリでハーピーカードをサーチしに行きます。ハーピーパフューマーは場に出た時にハーピーレディのカードが記されたカードを、デッキから1枚サーチできるのでこれで狩り場を持ってくることでコストを確保できます。コストを確保した後はチャネラーに入れ替えてあげることで、展開が可能となってます。今回はチャネラー持ってたのでチャネラー切ります。トマホークは EX ゾーンに置いて展開をします。まずは2体でハーピーコンダクターをリンク召喚します。羽吹雪をスビッチしてる時は巨神取りコンダクターでも強いです。巨神取りの後にトークンをリンストに変換します。今回はサモプリがいるので1体だけでいいですが通常は2体使います。ここからリンク展開といえばおなじみのコードブレイカー展開です。なんと巨神取りはちょうどマーカーが下3つなのでコードブレイカー展開ができます。ここでユニオンキャリアを作って巨神取りに雷鳥を装備します。これで無限妨害なのですが、雷鳥を殴られると崩壊するため、相互リンク2の FWD をリンク召喚しフリチェにバウンスで攻撃を防げるようにします。ガチガチにやりたい人はリンスパ増やしてアストラムを出すといいです。通常は一瞬でサレンダーされたりするのですがお相手は、動画向けの動きをやってくれたので感謝しています。装備状態の雷鳥を戻すと雷鳥が特殊召喚されるので、今度はモンスターゾーンの雷鳥を手札に戻します。これを繰り返すだけでパーデクもびっくりの無限妨害です。雷鳥が殴られるのを FWD で防げてるのもいいですね。そして開始のターンはシムルグで盤面にモンスター追加できるので、アクセスなどを使って簡単にワンキルが狙えます。シムルグからパフューマーをリクルートすることで狩り場もサーチできます。罠デッキ対面だった場合でも狩り場が打てればクセバンバン割っていけます。あとはもう打点が足りてるので殴るだけでリーサルになります。一応ユニオンキャリアで打点上げてから殴っていきます。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。次の対戦はヒステリックサインプランです。サモプリのコストもそうですがハーピークイーンと狩り場もこのために入れています。対戦よろしくお願いします。ヒステリックサインを引いてるときは羽吹雪サーチで最悪止まれるので、誘発の止まりどころとして優秀です。今回はサモプリしか卓がないのでサモプリから行きます。サモプリにはうららもらいませんでしたがチャネラーにうららもらいました。サモプリに打たれたらまずかったですがこれなら場にハーピー残せるので、どうとでもなりそうです。スワローズネストで盤面作っていきます。たったこれだけの盤面ですがエンド時に3枚サーチが入るので、返しのターンでワンキルか無限妨害をまた構えればいいです。この羽吹雪は場にハーピーがいるため手札から打てます。つまりこのハーピーレディ SC は VFD です。サンボルにチェーンして羽吹雪打っておきます。これで相手はこのターンモンスター効果が全て無効になります。相手は何もせずにエンドしました。事故ってるのか羽吹雪で動けないのかいまいちわかりませんね。ここからはさっきサーチしたチャネラーで無限妨害構えながら、トロイメアグリフォンで羽吹雪回収して羽吹雪ループを組みます。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。高校はどうなん？ってところですが羽吹雪引けてればなんとかなります。
ハーピーの手数自体が結構終わってるので厳しいところです。対戦よろしくお願いします。今回は高校ですが羽吹雪でワンチャンありそうです。楽園融合は見た瞬間うららを投げます。墓穴されてしまいました。このデッキ実はマスカレードが苦手です。羽吹雪はあくまでも発動した効果しか無効にできないので、マスカレードのような永続効果での妨害は無効になりません。今手札にある程度の手数と羽吹雪による妨害関数を持っていますが、マスカレードの税金という限界値があります。ミラジェード赤とかで終わってくれると嬉しいんですが、パッチワーク発動したので明らかにミラジェードでは終わらなさそうですね。さらにアルベルまで着地なので相当強い動きされそうです。赤サーチしたのになぜかミラジェード吹っ飛びました。なるほど。開幕持ってたからですね。強撃を素材にするから飛ばすだけ得なようです。リプレイ改めて見ると相手の手札めっちゃ強いですね。これ出てきて欲しくなかったマスカレードが出てきましたが、ダブルマスカレードじゃないので一旦はなんとかなりそうです。楽園は羽吹雪通ればリソース回復できないので、盤面をまくりつつ無限妨害を構えれば大体まくれます。羽吹雪はミラジェードにチェーンして打たないと、羽吹雪にミラジェードチェーンされるだけなので使ってくるのを待ちます。マスカレードの税金もやばいので、ハーピーレディ SC でマスカレードを一旦殴ります。ここで使ってくれたのですかさず羽吹雪です。これで赤からのキマイラももう効きません。相手赤開いてきますが、キマイラもクエリティスも効果を使えないので大体大丈夫だと思ってました。マスカレード2枚目はやべえよ。ライフ足りるかな。一旦バトルフェーズに入って液体は処理します。トマホークの効果を使うとダメージが0になるのでメインに2展開します。このトマホークをオッドアイズリベリオンやドラゴサップにすることでワンキルへ向かいやすくできるんですが、展開ギミックのせいで EX が足らず断念しました。いかんせんマスカレードを最速で処理しないとライフがなくなりそうです。羽吹雪回収ルートへ行ける展開なので羽吹雪ルートで行くことにします。コードブレイカー展開ではリンク2が最終的にリンク6に増えるので、通常ではモンスター数が足りないような大型リンクを並べることができます。この展開はスパイラル展開からの流用なのですが、一回使うとメインゴミ1枚で展開めっちゃ伸びるのでハマってしまいます。ちなみにコードブレイカーは伏せ割る効果もあります。どこまでも優秀な効果ですね。もう税金がヤバすぎるので一旦ユニコーンを作ってデッキに戻します。ユニオンキャリアが出せないので無限妨害が組めないと思いきや、羽吹雪回収グリフォンなので次のターンは実質 VFD でスキップです。相手の手札は楽園融合確定なので許可見取りでそれは妨害しに来ます。2ターン連続羽吹雪なので相当きついはずです。対戦ありがとうございました。ということでいかがだったでしょうか。無限妨害ハーピーでした。相手がトマホークの存在を知ってればかなり戦いづらくなります。ファンデッキ寄りの存在なのでこの辺は仕方ないですね。トライブリゲートやシムルグと混ぜたのも試したんですが、普通にハーピーが邪魔なだけだったのでやめました。今度は後手ワンキル型とかもちょっと試してみたいです。よかったらチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。